ジュール・アンリポ・ポアンカレは、フランスの数学者、理論物理学者、科学哲学者、数学、数理物理学、天体力学などの重要な基本原理を確立し、功績を残した。フランス第三共和制大統領、レーモン・ポアンカレは重帝、南ー生まれ、キュリー夫人と第一回、ソルベイ会議、1911年に早期科学の分野では、 トポロジー概念の発見やポアンカレ予想など重要な活躍をしている。また、フックス関数とヒユークリット期科学との結びつきについての数学的な発見をした際に、その過程の詳しい序実を残して、その後の数学研究の心理学的側面の研究にも影響を与えた。その他、ヒルベルトの形式主義に対する批判をして、 初期の数学的直感主義の立場を表明した。電子計算機がない時代にカオス的挙動について言及した点でも特筆され、後にバタフライ効果と呼ばれる予測不能性などが著書の中で触れられている。広範な範囲で生産的な活動をしたが、その論文には多くの不正確な部分がある。数学者のジャンガストン・ダルブーはポアンカレの学位論文を読んで、 その曖昧さを指摘している。何よりも直感を信じるポアンカレの立場は、数学者とは、不正確な図を見ながら正確な推論のできる人間の、ことであるという彼の言葉が示す通りであった。1854年4月29日、ムルトイコールエイコールモゼルのナンシーにある、シテルカーレ地区で、地元の名士のフランス人家族に生まれた。父のレオン・ポアンカレは、 ナンシー大学の医学教授であった。アンリの妹のアラインは、フランス心霊主義の哲学者、エミール・ブートルーと結婚した。1913年から1920年まで、フランス大統領を務め、アンリと同じくアカデミー・フランセーズ会員に、選出されたレイモンポ・ポアンカレはいとこである。幼少期は重度のジフテリアで、母親の友人ー,ジニーラ・ウノワから、特別な指導を受けた。 1862年、アンリは、ナンシーのリセに入学した。このリセは、現在、同じくナンシーにあるアンリポ・アンカレ大学と共に、彼の名誉を称え、リセ・アンリポ・アンカレに改名された。リセで11年間過ごし、この間、あらゆるの題目で、トップクラスであった。彼は、作文に優れていた。数学教師はアンリを、数学の怪物と表し、 全国の理性のトップ生徒の間で行われるコンクールジェネラルで優勝した。彼の最も苦手な科目は音楽と体育であり、彼はせいぜい平均的と評されたが視力の低下や方針の傾向が原因である可能性が高い。1871年理性を卒業し教養学士号を取得した。1870年の不仏戦争では父親と一緒に 救急隊で奉仕した。1873年、主席級で理工科学校に入学し、1875年に卒業した。理工科学校では、シャルルエルミートの下で数学を学び、優秀な成績を残し続け、1874年に最初の論文を出版した。1875年11月から1878年6月まで、 高等工業学校で学び、工業工学のシラバスに加えて、数学の研究を続け、1879年3月に、通常の工業技術者の学位を取得した。同校卒業後は、フランス北東部のブズール地域の検査官として、鉱山技師団に加わった。1879年8月、 マグニーの鉱山災害の担当現場で18人の鉱山労働者が亡くなった際は徹底的かつ人道的な手法によって事故の公式調査を特徴的に実施した。また同時にポアンカレはエルミートのもとで数学の理学博士号を取得する準備をしていた。彼の博士論文は微分方程式に関するものでツールレプロプリーテでフォンクションスディフィニッツパールレ。 イキジアンスオディフレンススパーシルズと題された。ポアンカレは微分方程式の特性を研究する新しい方法を考案し、微分方程式の積分の決定という問題に直面しただけでなく、それらの一般的な幾何学的特性を研究した最初の人物でもあった。ポアンカレは微分方程式が太陽系内で自由運動している。 複数の物体の振る舞いをモデル化するために使用できることを発見した。1879年パリ大学を卒業。ありがとうございます。